Alright, PSN Faking here with more Sunrun Kagura Peach Beach Splash. And so back to the first half of the story mode again, this time going through it with the Gessen Academy girls. Let's go. Peach Beach Splash! ちょっと違うな, Minari-chi. Peach Beach Splash! さすがしきちゃん! 発音がかっこいい! 語学の勉強を頑張っている証ですね。 世界で活躍できる忍びになるのな! しきちゃんの夢なんだもんね! まあね! あ、それよりも今は PBS のことだよ! 簡単に言うと水着で水鉄砲大会だよね! どうすんの? ゆみちん! 私の心なら決まっています。 このような恥ずかしい大会には参加しません。 そうなの? 刺激が欲しいと言い出したのはユミのはずですが。 それはそうなのですが。 物には限度というものがあります。 そんなのつまんない。 私たちには立派な忍びになるという使命があります。 このようなハレンチな大会に出ている時間はありません。 うんうん、わかるよ。 ユミチンの言ってることはさ。 でも、予選の1回戦くらい参加してみてもよくなくない? やってみたらほら、意外と忍びの修行になるかもだし、 瞬発力とか上がっちゃう感じになったり。 そうでしょうか。 私には刺激が強すぎるように思えるのですが。 それそれそういうこと! 刺激が強いってことはさ、 メンタル鍛えられるってことじゃん? なるほど。 シキさんがそこまでおっしゃるのなら、 何事も経験と言いますし、 試しに参加してみることにしましょう。 やったー! マジエモいんだけど! ユミチン、 ありがとね! はーい! みのり、 頑張っちゃうよ! 参加するからには勝たないと。 ここは本気でいきましょう。 ああ、 腕が鳴る。 では、始めましょう。 ただし、あくまで刺激は控えめ、 エッチなのは抑え気味に。 お願いします。 Alright, and we're going with my girl, Shiki. Yumi has a what? Assault rifle. Get back up. Oh, assault rifle. Mikuma has what? Grenade launcher. She has the shotgun. She has the rocket launcher. Instead, we'll give her Futomaki rocket. Roncha. Put it to work if it's super. I see me walking off the giant food. Oh, wait, let's go. Here we go! やっぱり
少し恥ずかしい気がしやすい。ダメだよユミチン、こういう時は思い切って楽しまないと。She still has that move. 今日はみんなでパリピになる。パリピ、なんだそれは。パーティーピンポーの略だよ。パリピパリピ。皆さん、これは修行の一環だということも忘れないでくださいね。Let's go around this place. Come on, time切れ. もっと本気。That would be well. なんだか胸がドキドキしています。シャシャワーアソピュねえユミちゃん、みのりこのまま PBS 続けたい。 Me too! これって最高じゃん。我も続けていいと思う。水着姿で戦う少女たちの躍動感、この皆さん、ユミ、実はわしも一回やってみたら、そのなんと胸がワクワクしたのですね。ええ、まあそうじゃ。そんなに申し訳なさそうに言うことはありません。私もやっていてとても楽しかったです。思いのほか体力や頭も使うことも分かりました。これなら忍びの修行にもなりそうです。ってことは P1 グランプリにこのまま参加していいんだね。はい、ただしエッチなのはほどほどに。これだけは守ってくださいね。ああ、決して成人向けにはせん。その一戦だけは死守してみせる。それでは皆さん、優勝を目指して頑張りましょう。あいっぱいいっぱい楽しまなきゃだよね。だってこれが最後かもしれないし。さて皆さん、参加するからには目指すは優勝です。うん、っていうことは優勝したなら何をもらうかを決めないとね。そんなものはいりません。辞退します。 Bitch, you got like fucked up. You can decline shit. 私たちは純粋に競技を楽しむために参加するのです。
商品なんてもらえないけど問題ありません。もう真面目なんだから。まあいいじゃない、 PBS は楽しめるんだからさ。 I care about the price. Shit. この PBS は今までの修行や経験があまり通用しません。ですからしっかり作戦を立てる必要があると思うのです。やっぱそうだよね。じゃなきゃ次の予選2回戦で敗退ってのもありえるし、優勝を狙うとなるとわしは少々不安です。ずっと拳でしか戦ってこなかったから銃の扱いが今一つつかめなくて。狙いを中心に捉え引き金を絞るように引く。これが的にうまく当てるコツだ。絞るように引く、どういう感覚なのでしょうか。絞るといえばチチッじゃない。他に絞るものなんて思いつかないし。This bitch has squeezing boobs. なるほど、チチを絞るように引き金を引くってことですか。みのり、牛さんのおチチ絞ったことない。だからそんなこと言われても分からないよ。Such a stupid ass up. どこかその辺に squeeze the milk out of a cow. What the fuck? 正確に感覚をつかんでおきたいですが。牛はいないが、父ならあるな。それはもしかして、あの理解はしましたけど、だとしたら一体誰のお父を。みのりはヨザクラちゃんのがいい。It's funny how Chi Chi means boobs and dad at the same time. ダメです。わしの父は絞らせません。大体乳牛館とは何じゃ。Yes, called you a cow. だが、勝つためには絞らないと。なら、みんな自分のを絞ればいいじゃろう。それで感覚をつかんで次の試合に生かす。これで。じゃあそれぞれ自分のおっぱいを絞ってみようか。わかりました。これも勝つためですからね。もみ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 プニプニ。ふかふか。で、こんなので感覚がつかめるのですか。Bitch, you about to die from this shit? She talking like that.戦の時よりも確実に腕が上がった気はするぜ。そうですか。だとしたら絞った甲斐がありました。でもさ、おっぱい出なかったね。当たり前だよ、みのりち。おっぱいはお母さんにならないと出ないんだから。やっほー！ Unlimited War！経験でしたが、勝てたので良かったです。
を絞った甲斐があったね。そうですね。ですがあまり大声で言わないように。人に聞かれたら恥ずかしすぎますから。はっはっはっは。さすがは決戦女学館の少女たちだね。素晴らしいチームワークだ。へへー、でしょでしょ、あたしらってすごいんだから。勝利のために己の父を絞るとは、その貪欲さ賞賛に値しますわ。ちょっとあれを見ていたのですか？ええ、もちろんです。あなたたちの勇姿はこの目に焼き付けました。ミスター K も焼き付けたかったんだけどね。見ようとしたらミス R に殴られちゃったよ。当たり前です。どうしても乳搾りが見たいのなら私が見せてあげます。それで我慢してください。私は何を言っているのでしょう。まあそれはそれとして、ムービングオン。きっと優勝争いに加われるはずさ。最後まで熱く激しく戦ってくれたまえ。そうですね、私たちの計画のためにも。計画？おっと、今のは聞かなかったことにしてくれ。ユーたちは無心に乳を絞って勝利を重ねてけばいいのさ、うん、というわけでグッバイ。何だったのだあの二人は。わかりませんが、何か人あらん起きそうな予感がします。でもさ、何があってもノープロッシュ。みんなとっても強いんだから、どんな問題でも乗り越えていけるって。ええ、そうですね。うん、だから私がいなくても大丈夫。四季さん、今の言葉はどういう意味ですか？え？なんでもない、なんでもないから。そろそろ次の試合の準備しなきゃだよ。ほらほら急いで。四季さん、どうしたのでしょうか？どうしたのですか、ユミ？いえ、少し気になることがあって。ミスター K たちが言っていた計画のことですか？ええ、そのことも気になるのですが。実は四季さんの様子が。様子？夜桜っち、こんなところで何を話してるの？そろそろ予選3回戦始まるよ。いえ、何でもありません。っていうかさ、あのミスター K とミス R って超怪しくない？そうですね、何かの計画に私たちが利用されている。じゃあPBS はやめちゃうの？いえ、PBS の参加は続けるつもりです。もしその計画が危険なものならば、私たちが阻止しないとなりませんし。だね。でも、ミスター K とミス R って悪いことをしそうな感じはしないけどね。変態っぽいだけで。私もそうは思いますが、注意はしておいた方がいいですね。
オッケー、任せて。じゃあそのことをみんなにも伝えておくね。いつもの式と変わらない、いや、いつもよりテンション高めな感じがしますけど。そうですね、私の思い過ごしならいいのですが。ことは完全にふざけてるのですが。わかった、みのり、 PBS の本当の目的がわかったよ。ほう、教えてくれ。これはきっとみんなでいっぱい一緒に遊んで仲良くなろうってことなんだよ。それなら隠す必要はないですね。何が目的なのでしょうか。やったやった、順調に勝ち進んでるね。喜びのハグだよ、ムラッチ。うぎゅMask is gone. 水着姿というだけでもこっぱずかしいのに、その上我のどうしようもない素顔なんかも、このお客様のものでさしちゃったら、我はもう穴でもドブでもすぐに入りたい。見ないで見ないで見ないでください、どうかお願いします。誰か我のお面を取ってくれたら嬉しいですけど。嫌ですね、そんな我の汗やら何やらが染みついたお面を手に。ムラッチ、ちょっと落ち着きなってば。お面ならほら、そこに。落とし物はこれかな、キューティクルレディ。息でいなせなマスクを for you。 感謝する。 And her voice goes back to all deep and serious and shit。 あらら、でもやっぱり隠しちゃうのかい。せっかくのビューティーがもったいない。愛と優の間には隠し事な…隠し事なら、のんのんですか。ならば、お話ししていただきましょう。この P1 グランプリの真の目的を。あはは、いたたたたたた、そいつは痛いところを疲れちゃったぜ。どうしたものだろう、ミスアール。
What's wrong with this angry face? そんな顔してちゃミーの手汗がどっとストップだよ。村雲にはビューティーとか言ってあげるんですね。私は言ってもらったことないのに。え、そういうこと？それはだってほらその年齢の問題ですか？はっきり言ってください。その方が私もすっきりします。年齢など問題ではない。君はいくつになっても美しい。そしていや、今はよそ。こんなふざけた格好で言うことではない。だが、その時が来たら必ず。キリア先生。This fucking idiot, she said his real name. I think Gessen Academy doesn't know either of them since they're not from their school. Tai san suru no wa mii tachi no hou da. Saa, Miss R, issho ni let's drum. Hai, doko made mo otomo sasete itadakimasu. Nan datta no deshou ka? Kekkyoku, nani mo kikidasemasen deshita.今度会った時に聞けばいいっしょ。さあ、次の試合の準備をしよう。あ、しきちゃん、落とし物だよ。ちょっと。後で渡せばいいか。ん？これ、手紙？みのりさん、どうかされたのですか？みのりなんでもないよ。何も隠してなんかないもん。何を隠しているのでしょうか？なんでわかったの？一人でこっそりおやつを食べたとか？そうなの。こっそりおまんじゅうを食べちゃったんだ。さすがしきちゃんだな。ありゃ、いつもと反応が違うし。みのりちん、マジで隠し事？大丈夫だから、みのりのことは放っておいてほしいの。何が出るかなって現れたのはあやめです。皆さん、いきなりですけど私と PBS してください。大会に関係なく乗り込んできたのか。我らも舐められたものだな。そんなつもりは。私、少しでも多く試合をしたいだけなんです。私、売り子ですっごく忙しいから、アスカ先輩たちの足を引っ張っちゃうかもしれなくて。その気持ちはわからんでもないが、大会とは。そんなこと言わずに協力してください。売り子の仕事が忙しいのは。そうか。それいえいえ、商売繁盛なのは感謝感謝ですよ。話は分かりました。私たちと戦いたいというなら。望むところです。手加減されたら練習になりませんし。それじゃ、あやめ、毎日飲んじゃいます。いっちゃうよ。
is this for? 3, 2, 1, here we go! Minori-san, 元気がないですね。ええ、Minori のあんな顔を見るのは初めてです。何か悩みでもあるのだろうか。選抜メンバーでこそありませんが、その実力は確かなものです。ええ、一瞬たりとも油断はできないですね。一気もそんなー、待てよー、発明様そっくりのこの愚足で。愚足で蹴ったりするとペナルティーをもらう。何ですか。そうなんですか。説明を。それを言われるのが一番嬉しいかも。サンキュー、あやめちん。これで慣れますかね。慣れるって何がですか。トモです。トモ、どこかで聞いたことがあるような響きですが、アスカ先輩とホムラちゃんをはじめとして皆さんは戦っているうちにトモという関係になる。違いますか。どうなんでしょうか。私、購買部で一人ずっと思っていたんです。皆さんと友になりたいって。友じゃなくても普通の友達でいいのではないですか。もちろんです。普通の友達も大歓迎です。これからもよろしくお願いしますね。Fuck my controller, that's some shit. What the fuck was that? Let me see. さて、次の会場はこの辺りだね。あのね、しきちゃん。ん？何？みのりちん。しきちゃん、みのりたちに隠してることあるよね。なんでそう思うのかな。だってちょっと何なのよ今の音。ヤバくない。しきちゃん、向こう見て、なんか燃えてるよ。へー、キュートな子猫ちゃんたち、ちょっとヤバめのハプニングだ。大会とは関係ないが協力してくれると助かるぜ。みんなで協力してファイヤーを消火しちゃってくれ。ただし消すのはあくまで会場の火だ。
心で燃え上がるラブファイヤーは進化しちゃダメだぞ。何言ってるんだかわかんないけど、火を消さなきゃヤバいのは間違いないね。行こう。スキちゃん、ごめんね、みのりち。隠し事のことなら後でちゃんと話すから。うん。Oh, this cereal's fucking strong. Itchau yo. で消すとしよう。我の念が燃えてしまったら大変だ。もっとカメラ意識して。お友達は大丈夫かい？放つというのはやりすぎではありませんか？いや、私はやっていない。私はね。でもやりすぎぐらいが気持ちいい。それが BBS。 イエス。友達には嘘はつきたくない。でもね、詳しい話をするのはまだ。私的に。分かった、しきちゃんがそう言うならもう何も聞かないよ。そっか、この手。うん、封は開けてないけど送り。みんなに黙ってくれてて。そんなお礼はいらないよ。みのりはただ。ほらほら、使命っぽくならないのね。今は試合を楽しんで勝とうよ。負けたらそこで一緒に戦えるのは最後になるかもだし。しきちゃん、次はいよいよ予選4回戦ですね。みんなガチで勝とうね。
あたしまだまだ PBS を続けたいし。シキはすっかり PBS が気に入ったようだな。っていうかみんなと一緒ならさ、何をやってても面白いよね。本当にこんな時間が永遠に続けばいいのにな。シキさん、私何言ってるんだろう。ネバーマインド。ネバーマインド。話してください。何もかも。ユミチン、隠し事をするなとは言いません。ですがそれでシキさんが苦しんでいるのなら、私たちに悩みを分けてください。悩みを分ける。そうです、悲しいことも嬉しいこともみんなで。黒影おじい様を亡くしてからまた。黒影様。うん、分かったよ。次の試合。はい、ありがとうございます、シキさん。Oh, we're facing the Crimson Squad. Go! Someone shoot me. I know it's not putting unlimited water mode.ユミチンが同じように悩んでいたら、私も放っておけないと思うから。シキさん、シキさん、事情は分かりません。しかしシキさんがそう望むならば、私たちは絶対に勝ちます。もともと負ける気もないかな。みんな絶対に勝って PBS を続けようね。はい。Check the 700 splash!面白そうじゃん。ひどいことするわね。
しいってことなんだ。これが悔しいってことなのか。よかった。これでみんなともっともっと思い出が作れるよ。ちょっと本気出しちゃった。シキさん、話していただけますか。うん。あのね、これはシキさんへの手紙でしょうか。インターナショナル忍びスクール、中身を確認してもいい？うん、いいよ。うん、そう。みのり、何と書いてあるのですか。無理、英語ばっかりでよくわかんないよ。でも読めなくてもどういうことかはわかるよ。だから海外の忍び学校から。うん、あたしでは。シキさんは月戦を去るつもりなのですか。調子よかったし、okay, I'm gonna end the video here and come back for the next one. どうしたものだろうか。式に書ける言葉が見つからん。情けないことにわしも同じです。本来ならば祝ってあげるのが筋なのでしょうが。うん、しきちゃんの夢が叶うのは嬉しいけど、しきちゃんと離れなきゃなの。次に行われる最終予選に勝てばいよいよ準決勝に進めるというのに。ゆみち、正直に言うとね、私も世界で活躍する忍び、スーパー忍者になれって私は黒影様に託された。知っています。シキさんは寝る間も惜しんで語学の勉強をしていましたから。うん、それで海外の忍び学校とやり取りをしていたら、私のことを。シキさんの努力や思いが認められた。本当に喜ばしいことだと思います。ありがとう。私も最初は嬉しくて小躍りしちゃったよ。でもさ、夢への第一歩はみんなとの別れでもあるってこと。それに気づいた時、私はどうしたらいいかを。シキさん、ねえみんな、私みんなを困らせてもいい？はい、もちろんです。私どうしたらいいんだろう。全然わからないよ。どれだけ考えても答えがわからない。だってみんなと夢のどっちかなんて私は選べないもん。ねえゆみち、お願い教えて。シキさん、
き。こんな状態で試合をしなければいけないのか。正直うまく集中できません。ダメだよ、ここで負けたら E1 グランプリは悲しい思い出になっちゃうもん。そうですね、気の抜けたまま負ければそれは必ず後悔につながります。ああ、ここは必ず勝とう。シキとユミは大丈夫でしょうか。今はちょっと大丈夫じゃないと思うけど、だからこそミノリたちが頑張ろうね。そうだ、仲間が立てぬ時は我らが立つ。やるぞ。むしろ我らが。お友達は大丈夫かい。二人とも黙ったままだね。ユミも苦しんでいるのです。シキの身になってシキと同じように。我らもシキの身になって考えよう。たとえそれが苦しく答えの出ない悩みだとしても。私のせいで悩ませちゃってるよね。構いません、仲間のことで悩ますにいつ悩むというのですか。ありがとう。ありがとうだなんて、私はまだシキさんに何も言えていないのですから。それでもありがとうだよ、ユミチンにもみんなにも。だってこうやって一緒に悩んでくれるんだからさ。そんなみんながいてくれて、
四季さん。I don't die, do we get an S ring? We can put down all the ones. もう準決勝だね。やっぱり決戦はすごいよ。ここまで勝ち進んでこれたんだからさ。そうですね、検討していると思います。ですが、とりあえず私のことはいいからさ、優勝するまでは試合に集中しようよ。その通りだ、決戦ガールズたち、君たちの実力はリアルだね。疑いようもないよ。悩み、苦しみ、傷つき、それでもあなたたちはここまでやってきた。本当によく頑張ったわね。でもね、本当言うと今みのりたちは PBS どころじゃない。 I know!君たちがなぜ悩んでいるのかは知っている。しっかりと聞き耳を立てていたからね。だがそれは立ち止まる理由にはならないな。むしろ進むべき力になっちゃうんじゃないかい。進むべき力ですか。ユーたちは今まで共に困難を乗り越えることで絆を強めてきたはずだ。今回だって同じさ。進めば絆の力はさらに強まる。だからこそ困るのではないか。絆が強まれば強まるほど。確かにそうかもしれないな。しかし、人生とは選択の連続だ。この青春の選択はユーたちにとって辛いものかもしれない。でも考えてみるがいい。ユーたちの人生にはこれからもいろんな選択が待っているはずだ。もっと難しく過酷な選択が待っているかもしれない。それでも何かを得る。わかるかい。人はそれを成長と呼ぶんだ。成長。Why before E except after C? ならばどうする。私最後まで戦い抜いてちゃんと答えを出すよ。前に進むために。 OK OK、 そうと決まれば即実行。さあ準決勝の始まりだ。よっ。
もしれません。ですが、立ち止まるわけにはいきませんね。シキ、お前は大丈夫なのか？もちろんまだ迷ってるけどね。夢を選ぶか、それとも。でも、選ばなくちゃいけないのは分かってるから。No the hell you didn't! Oh shit.Betray! I'm not supposed to say follow me. Oops. And I missed. Got her bitch ass. Come here, Oscar. What else do I do? Oh, no, it's got off. Put him to this, let him free! You decide! Peach, Splash! Oh dang, we already won those too quick. Only killed like one bitch. グランプリを最後まで戦い抜いたら、シキさんがそう決めたのなら、私たちは全力で優勝を目指すのみです。頑張りましょう、最後まで。うん、月戦の生徒たちが戦いを放棄する危険は回避されたようだな。これで大会は続く。忍びのエネルギーはさらに集まることだろう。The fuck is a confluence? 私はほんの少し背中を押しただけ。たとえ道の先に困難が待ち構えていたとしても、彼女たちなら歩み続けると確信していました。あの黒影様が育てた子供たちですから。もうよい、下がれ。Someone doesn't like Kurokage. 逆だな。道の先に恐ろしい困難が待っているのならば、歩みあらゆる可能性を絶った楽園の中でな。さあ、いよいよ決勝戦です。これに勝てば優勝です。驚きだよ、こんなハレンチな大会なのに、お堅いお前たちが決勝まで勝ち進むとはね。 Damn, bitch came out insulting。実は隠れハレンチだったというわけか。ついに正体を現したな。バカね、イム。その言い方だと劉備たちまでハレンチになっちゃうじゃない。ハレンチだけどね、劉の人たちは。あんたと一緒にするな、このバカ犬。決戦の相手は蛇女ですか。これはますます負けられませんね。Everyone's final battle was fucking heavy to our homeless. 始まる前にすでについている。見よ、このみやびの完璧なボディを。これを前にしても勝負をする気になるかい。相変わらずみやびバカなのだな。There she goes, the Miyabi nut. なんだトムラクモ、みやびをバカって言ったら僕が許さないぞ。クレイジー。すまんな、お前たち。イムは決勝を前に興奮しすぎてしまっているようだ。
はい。だが覚悟しておけ。優勝するのは私たちだ。何だったんだろう今の。みのりちん、しきちゃんは優勝したらどうするか決めちゃうんだよね。海外の忍び学校に行くか、月仙に残るか。そうだね、優勝できたら決められると思う。じゃあみのりも覚悟するね。チキちゃんがどんな決断しても泣かない。我慢できるかな。できるもん。みのりだって優勝して。そうだな、我らも強くならねばな。チキよ、我は面を外した状態でお前の決意を受け止めよう。いいよムラッチ、そんな無理しなくて。シキ、あなたがどんな決断をしてもわしたち月仙に残るのならば、また違う方法でシキが海外の忍び学校に行くと決めたのなら、荷造りを手伝ってあげますよ。シキはよく忘れ物をしますからね、わしがチェックしないと安心できません。それすごく助かっちゃうな。ありがとね、夜桜ちん。皆さん、そろそろ始まるようです。準備はできていますか？おう！では、行きましょう。Oh, damn. Shit, maybe I shouldn't have ran in by myself. Oh, you want some of this? You want some of this, bitch? Where'd you go? Where'd you go? Fuck your mama! Oh, this is the firepower mode. Shit, too. Oh my god, all four of us are down. What the fuck is going on? That bullshit. You better not come this way now. Oh, man, what's going on? Still going down. Introducing new Begon Bra. See, not coming. I was gonna have to go down, bring it, so I don't have to fuck up. I'm back already this way. Yeah, we usually come back in story. So. Stupid bitch! I'm up to my fucking tornado! You flat bitch! I'll never go for boobs because she has none. I need to switch her gun so her face just shows her ass. Fucking bitch!
I will be back, you motherfucker. Gatling gun girls. Oh, damn S rank on this shit. There she go. She's actually one. Is Miyabi left? Of course, they'll leave us left. Here you go, bitch. Wait! Oh, that wasn't it. Oh, boy, she's done.私たちの優勝です。皆さん、やりましたね。うんうん。やっぱり私たちは最強のチームだよ。試合をしている最中もずっと感じてたもん。こんな信頼し合える仲、しきさ。B1グランプリの間、私ずっと楽しかった。 こんなに楽しい時間を過ごしてたら、みんなと離れるなんてできっこないよ。でも、私には夢がある。せっかくだから、私は、私は。 続きは CM の後でドンメッセージ。ミスター K さん、さすがに怒りますよ。そうですね。ぜつ秘伝忍法を叩き込みましょう。私だって君たちの邪魔はしたくない。だけど運営からの指示で仕方がなかったのさ。どういうことなのですか。私塾月戦女学館のみんな、 優勝おめでとう。相手はこの私と。このミスあるよ。私はこのベイクとフェイスディーズ2。みんなとの思い出がもう一つ作れるしさ。確かにそうですね。ならばお相手いたしましょう。調子良かったし。 You got a fucking 3-star pack, we'll not fucking die. Twice. Mr. K, あなた方と戦うのは了承しました。 君のことは何でも分かってるさ。 PBS の真の目的について。だね。優勝したら教えてくれるとの約束でした。聞かせてもらえますよね。オッケーオッケー。それじゃあちゃちゃっと説明しよう。忍びの素質あるものが水着姿でびっちょびちょ、水鉄砲片手にぐっちょぐちょ。そんなびちょぐちょっ子たちが戦えば、この地に集まる忍びのエネルギー、 それが PBS の真の目的なのよね。忍びのエネルギーを集めるのが目的。なぜ忍の復活を遅らせるため、少なくとも私はそう聞いている。そんな大事なことはこんな、ふざけた大会でやっていたのですか。だって、せっかくなら楽しい方がいいじゃない。 君たち普段は過酷な修行したんだから、思い出作りって大切でしょ。
私たち二人からあなたたちへのラブ&ピースの気持ちよ。受け取ってちょうだいね。確かに楽しい思い出にはなったよね。でも残念ながら忍びのエネルギーが超ち足りないのさ。だからそういう理由があるのならばこちらも真剣に戦わなくてはならないな。そうそう、本気でかかってきなよ。私たちも超本気でやっちゃうからさ。だってこれは私とミスター K の素敵な思い出にもなるんだから。では早速参りましょうかね、シキさん。うん、やろうやろう。私たち決戦の力をとくとく行くぜ。ジェット系行くわよ。ジェットアール。Do we get to finish her? Holy shit. The ramp will. We're going to finish her while she's gone. Or is this just a start to Mr. K-Man? Oh, where we are. Mr. K! Just talk K! I'm about to fuck back in the road. You missed, homeboy. So what the? Oh, I thought it was lava. Oh my god, I thought this was lava. What? I thought I missed it. Mm-hmm. Oh, my god! Where'd he go? Fuck, Mr. Kiss blasted off again! That's easy as fuck. どうやら忍びのエネルギーも十分この地に集まったようだな。ええ、これでこの世界は救われたはず。お二人の目的は何だったのですか？ユウたちには感謝している。
だから島を出るときに全てを話そう。それではあとは君たちの時間だ。邪魔者はあなたたちは本当にいいチームね。たとえこの先別れることがあったとしてもその絆が消えることはないわ。うん、そうだよ。私たちの絆は距離や時間でなくなるものじゃないって。ええ、そうですね。それじゃあしきちゃんは。ちょっと待て。はい、どうぞ。決めた。私海外に行く。行ってくるよ。そうですか。四季の夢への第一歩ですね。でもね、私自分の夢を叶えるためだけに海外に行くんじゃないよ。最後まで PBS をやってわかったんだ。ユミチン、夜桜チン、ムラッチ、ミノリチン、ミノリチン、みんながすごく強くて素敵でキラキラしているから、私も忍びとしてだから行くんだよ、海外に。私の夢は世界のスーパー忍者になるだけじゃない。But you're stronger than all three of them, though. You're gonna be international ninja, meaning ninja missions all over the world. 10 times stronger than them. Minori, 泣かないんじゃなかったのですか？泣いてないもん。Minori, 頑張れ。しきちゃん、頑張れ。ありがとね、Minori ちん。でもね。今すぐ行くってわけじゃないよ。いろいろと準備も必要だしさ。っていうか月仙の卒業後に行く可能性もあるし。卒業後でもお別れはお別れだもん。明日から早速語学の勉強をしましょう。いつでも会いに行けるように。オッケー。というかさ、今すぐに行けない理由はまだやり残していること。決まってるでしょ、優勝パーティーまだやってないじゃん。そうでしたね。だからさ、帰ろうよ、私たちの決戦に。それでド派手なパーティータイムと行こうよ。うん、そうですね。デカ盛りはわしに任せてください。それではみんなで思い切り楽しみましょう。おっ、S ランク。Oh, two thieves are your size one. Urawakaki 少女たちよ、本当にお疲れ様でした。あなたたちが頑張ってくれたおかげで今回の P1 グランプリは大いに盛り上がったわ。君たちの奮闘ぶりに見ているこっちまでびっしょびしょになったよ。あそこがね、あそこっていうのは顔です。顔が汗と涙でびっしょびしょになったよ。それならセーフです。PBS はとても楽しかったです。参加できたことを
感謝します。そうだね、いろいろあったけどいい思い出になったよ。満足してもらえたようで私たちも嬉しいわ。それでは閉会式の準備を。ピンポンパンポーン。ただいまをもちましてピーチビーチスプラッシュは終了となります。ん？いきなりなんだ？閉会式はこれからだよ。ダメだって、終わりはビシッと締めないと。ピーチビーチスプラッシュ終了に伴い、この島はこれより永遠に封鎖されます。 You say what? 安全のためどなた様もその場を動きませんように。なんですって？この島を永遠に封鎖、どういうことですか？もしかして私たちは帰れない？それは困るぞ。私たちには忍びの仕事が。 PBS には何か裏があると思っていたが、とうとう動き出したようだな。ようこそ永遠の楽園へ。What does this malevolent force have in store for the girls? We shall find out in Story Mode 2, P1 Climax. Well, that's all for now, y'all. Oh shit, Ryoki, Kafuru, Renka, Jasmine slash Sayuri, and the third Mikurug assistant whose name I don't remember. Well, I will get to that in a whole nother video. Next time on Senran Kagura! Peachy Beachy Splash!